お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。変わってたんだな。ドラゴンボール集まったみてえだな。探求、あとはこいつを倒しておめえの体取り戻さねえとな。君、今度こそチェンジ。今です。またしても貴様。拙者、でかしたくるのチェンジ。よし、なんてちゃんと元に戻れましたね。まさか。あの体形成。あれがお父さん。よし、いいタイミングだったぞ、グルド。ありがとうございます、隊長。ドラゴンボールを奪われた機会は大きいが、それもこの体さえあればすぐに取り戻せる。今回のグルド、伝ってないで貴様も戦わんか。やば、貴様の相手はこの俺だ。足が腐る一匹不正だ。格の違いを見せてやる。ふん、調子に乗るな、この無能が。俺のそばで息をするなと言っただろうが。どうか、今度こそ思い知らせてやる。頭にくるぜ。貴様に言われちゃおしまいだ。元に戻れたみてえだな。くそ今度こそこれだ。チェーン。もうはいかねえぞ。
とビシビシしごいてやる。勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。あいつらは、こいつらが歴史を変えているやつらでしょうか。どう、こいつがずっと俺たちの邪魔をしているのか。そうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげてるのに、がっかりだわ。でも、あなたがギニューと入れ替わっちゃったのは、なかなか傑作だったわよ。これは、もう間違いないようですね。この二人が、今回の励みです。余計なことをしてくるからには、よほど腕に自信があるんだ。見せてみろ。こんなものか。期待外れだ。面白くも、もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて、私たちに立ち向かうなんて。そう、だんまりなの。まあいいわ。ミラ、もう少し放っておきましょう。いいでしょ。どうせあなたにとってはただの雑魚よ。今はまだ。ね。ふん。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも、私たちの邪魔をしたらすぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これでようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している2人組が、トワとミラ、そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら一体何者なんでしょう。特にあのミラという男はただ者じゃなかった。暗黒魔界の住人よ。あなたたちの時代よりはるか未来の時の海王神様。トワは暗黒魔界の王ダーブラーの妹よ。そしてミラはトワが作り出した。あいつらは様々な時代のエネルギーを奪うことで暗黒魔界封印が解けたらどうなるんですか。世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も宇宙も無事には済まないでしょうよ。そんな、とんでもない奴らじゃないですか。いなくならないものね、悪人って。以前、時の巣を乗っ取って時空を支配しようとしたとんでもない奴がいたんだけど。この気配は。そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく、様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。